焼肉定食、焼肉抜きで。はいよ。この学食での最安値はライスと思われが定食から焼肉皿200円分引くとライス単品の値段で味噌汁とおしんこがつくのだ。水も飲み放題だし学食最高。服じゃない。てかなんでこうなった。隣の席が空いています、移ってください。250円のうどん、150円のエビ天ガニ、さつまいも天、おまけにデザートのプリン。昼食に1000円以上とかセレブかよ。悔しいですが勉強は得意ではないので羨ましいです。今日教えてくださいよ。ごちそうさまでした。食べるの早っ。お父さんがいいバイト見つけたんだって。最近引っ越してきたお金持ちが娘さんの家庭教師を探してるらしいんだ。しかも相場の5倍のお給料。裏の仕事の匂いしかしないんだけど。名前は中野いつきです。どうぞよろしくお願いします。この人知ってる。お待たせしました。友達と食べてる。すみません、席は埋まっていますよ。いつきちゃんが狙いなんでしょう。狙ってるわけじゃん。本当にいつきちゃんなんだ。待て、余計なお世話だ。そしたらこの市川お姉さんに相談するんだぞ。なんか面白そうだし。お姉さんって同学年だろ。やっとこっち見た。おお、だ誰だ。俺のテスト何だった。それはですね、時ああなって私が気がついて。てか0点って誰のだよ。私のものが新たに天才を加えておきますね。はよ。帰り道なら一人になると思ったんだが。いつき食べ過ぎじゃない、この肉まんお化け。やめてください。男に持てねえぞ。わ割とね、こういうのが趣味なんだ。ふん、女子高生を眺める趣味。通報するのやめて。あと友達のいつきちゃんにも言うなよ。でもあの子は友達じゃない。ここか。真面目の金持ちじゃねえか。何君ストーカー。用があるなら私が聞くけど。君モテないっしょ。早く帰れよ。やっぱり。いた。間に合ってくる。全部こいつの。あなたは何ですか。私に何かご用ですから。ああ待て待て、何がしたいのですか。あなたは、私は今から家庭教師の先生が来てくださるので。それ俺、家庭教師俺ガーッ。だだだが諦めるわけにもいかない。昨日のことは全面的に謝る。今日から俺がお前のパートナーだ。こんな人が私たちの家庭教師になるなんて。私たち、さっきマンションの前にいたストーカー雑巾じゃねえか。あれ言うとってストーカーよ。通り過ぎたんがストーカー。早とちりしすぎ。な同級生の友達5人でシェアハウスか。この時急激な負荷をかけられた俺の脳は限界を超えた速度で高速回転し。夢だ、これは夢に違いない。違います、私たち5つ子の姉妹。